ベデ・ダーニエルは、ハンガリー・トルナ県セクサールド出身のプロサッカー選手。元ハンガリー代表、パクシュ・ SE 所属。ポジションは、フォワード。パクシュ・ SE のアカデミーで育成され、2006年9月のディオー・シュジュール VTK 戦で、プロデビュー。2010年1月、3年間契約を延長した。2012年の夏、フェレンツバーロシュ TC と3年間契約を結んだ。 2012から13シーズンはリーグ2位となる17ゴールをマークした。2015から16シーズンは17ゴールを挙げリーグ優勝に貢献。自身も得点王のタイトルを獲得した。2016年9月17日のデブレツェに VSC 戦でネムゼティバイノクシャーグアイ通算100ゴールを達成。2017年3月11日のソンバトヘイ。 原田ア主シュ戦でクラブ通算100ゴールを決めた。クラブ史上では25人目の100得点達成者となった。2017年9月16日のブダペスト本米度 FC 戦でリーグ通算300試合出場を達成。2019年夏、パクシュ SE に復帰。2015年10月8日の UEFA ユーロ二2016予選、フェロー諸島戦ではハーフタイムから 途中出場した。この時点で0から1でリードを許していたが、ベデは2得点を挙げ逆転勝利に貢献した。UEFA ユーロ2016出場をかけた、ノルウェーとのプレイオフではゴールこそなかったものの3から、例の勝利に貢献、本戦への切符を手にした。UEFA ユーロ2016のメンバーにも、無事選ばれ、アイスランド戦に出場した。パクシュエスイ。 ヘレンツバーロシティ c ありがとうございます。